12月24日、歴史にカフカス地方、トアプセ沖の国会上で、ロシア帝国海軍国会艦隊とオスマン帝国海軍との間に発生した夜間海戦である。主力艦の支援を受けたロシア帝国の巡洋艦に、席がオスマン帝国の巡洋艦に席に攻撃を仕掛けたが、オスマン帝国艦も反撃、やんのために、 双方とも戦闘は不守備に終わった。1914年12月22日、歴任のシノプ沖での海戦で、オスマン帝国海軍の防護寿命艦、ハミディエを取り逃がしたロシア帝国艦隊は、通称破壊を試みながら、航海を続けていた。ロシア艦隊は、国海艦隊機関、F スターフィー以下5隻の戦列艦に、艦隊司令官 AA エベルガールと、 海軍中将直属の巡洋艦船隊の機関、パーミアチメルクーリア並びに、同隊所属の防護巡洋艦、カグール、そして7隻の艦隊水雷艇からなっていた。12月24日、歴一、シノプ沖から逃れた、ハミディエが、カフカース沿岸沖を、軽巡洋艦、ミディッリを伴って航行しているという情報が、ロシア艦隊へもたらされた。に当たっていた、巡洋艦、 カグールは通常の3時間の航海の後、機関であるパーミアチメールクーリアへ艦隊の前方へ繰り出して、石膏任務に着くよう信号を送った。その日の朝方、ドアプセ沖では、ファミリーへが、みりりと合流していた。両艦は、万全と海上を漂った挙句、母港イスタンブールを目指して帰路に着いた。すでに20時近くになり、6時間目が過ぎようとしていたとき、 ポティウキにあったカグールでは信号手が進行方向右側に一つ、それに続いてもう一つ、暗闇の中で何かが一瞬光るのに気がついた。双眼鏡でじっと見入ったポグラー F 艦長は30から40鎖の距離におぼろな艦影と肺炎を認めた。怪しい艦船は2つあるということをポグラー F 艦長はカグールの後ろを航行していた F スターフィーへ。 速やかに報告した。ほぼ同時に、パーミアチ・メルクーリアは、確実にそれが敵艦であると断定し、右舷方向へ全砲門の火蓋を切った。オスマン帝国の巡洋艦は同時に2機の単焦灯に点火し、20内視25秒間にわたって、光をパーミアチ・メルクーリアから、カグールへ、そしてその逆へ照射した。オスマン帝国海軍巡洋艦、ハミリーへ、巡洋艦、 ミデリ,リ。ロシア帝国海軍世界大戦中の巡洋艦、パーミャチメルクーリア。前保柱には、AG ポクローフスキー海軍少将の提督機が、ヒルがエる。巡洋艦、カグール。世界大戦中の戦列艦、エフスターフィー。束の間の野戦は、そのあらゆる困難さと、唐突さの中に発生し、両艦隊の巡洋艦が砲火を交えた。 オスマン帝国の両巡洋艦は別々の方角へ走り出し数回発砲した。ロシア艦隊からはパーミャチ・メルクーリアとカグールの砲撃に稀に戦列艦隊からの戦車が付け加えられた。ポグラー F 艦長が後に報告したところによればパーミャチ・メルクーリアの戦車が環境にいたすべてのものの目を完全にらませていたためポグラー F はいたずらな戦車によって より強力な砲撃力を持つ F スターフィーを邪魔しないよう指揮官と小巡視が確実に敵巡洋艦の歓迎を認めた場合にのみ射撃を行うよう砲撃班に命令を下した。射撃艦制は完全な影にあって全く話にならなかった。敵艦までの距離の測定ができず時間の着弾点を誰も目視確認することができなかった。ボグラー F 艦長の観測では 艦隊の戦車は敵艦に大きく届いていないようであった。オスマン帝国艦は時と共に闇に溶け込んでいった。ロシアの領中に洋艦はオスマン帝国艦が追手を巻いて逃げることのないよう戦闘の行われた6分間の間に二度にわたって急激に舵を切った。しかしオスマン帝国艦はボスポラス海峡への基本航路に舵を取りながら退治するロシア艦隊の全容を見定め。 その感染がより明らかに水平線の西側に現れてくると逃走を急いだ。両オスマン帝国巡洋艦は回答し、砲撃を続けながら暗闇の中へ姿をくらました。闇の中での戦闘は不可能であり、始まるまでもなく終わった。エフスターフィーの手法等は流れ玉による損傷を受けた。ハミディエではパーミャチメルクーリアの二度目の戦車によって、 単焦灯が撃ち落とされた。この戦闘の混乱の中で、カグールは右玄砲グルワからたった4発の砲弾しか発射できなかった。戦闘の推移を解析しながら、カグールでは射撃を停滞させ、ずっと以前から交換が必要だと指摘されていた高学照準機の極度に貧弱なエフチが投げかれた。この戦闘ではまた巡洋艦の搭載していた 金式50口径 75mm 砲が全く効果のない兵器であるということが改めて確認された。これは日露戦争の日本海海戦に参加した姉妹艦オレークの艦長によってまだカグール級が建造段階にあった当時から指摘されていた問題であった。オスマン帝国は巡洋艦を失わずに済んだが被った損害は大きかった。 イスタンブールから石油を搭載して航行していたイタリア戦石の蒸気船マリア・ロセッタが12月22日に露革、撃沈されたのをはじめ12月24日の戦闘の後アナトリア沖で50石以上の小船がロシア艦隊によって撃沈されたのであるロシア艦隊はアナトリア沖を巡回し艦隊水雷艇は沿岸域に接近して諸湾を観察した シノプからリゼまでの海域で、ロシア艦隊は50隻程度の橋気と小船を撃沈した。艦隊は12月29日、暦3に、セバストーポリへ寄港した。一方、イスタンブールへ逃げ延びたハミディエは12月28日、歴ンから修理に入った。この工事で防御艦板が強化され、被発見率を減ずるため上層環境が削られた。 今日の日本やトルコ共和国、ロシア連邦などでは、グレゴリオ歴が使用されているが、ロシア帝国もオスマン帝国も使用していなかった。そのため、本文では、ユリウス歴に準拠した都市付日を記載する。一家に記載するのは、グレゴリオ歴に換算した都市付日である。ありがとうございます。